皆さんこんにちは。ウィークリー姫路の時間です。日によって気温の変化が激しい時期ですね。日々の体調管理をしっかりとしてお過ごしください。ウィークリー姫路、今回も街の話題からお届けしていきます。はじめに播磨臨海地域道路の早期事業化に向けて、地域の機運を高める整備促進大会を5月19日姫路市文化センターで開催しました。神戸市西区から大市町の間およそ50キロメートルを結ぶ播磨臨海地域道路の早期実現を求め、地域の大きな期待や熱い思いを国に届ける機会として今回の整備促進大会を開催しました。会場には播磨臨海地域道路網協議会に属する4市3町の代表者や地元関係の国会議員、経済界などからおよそ2900人が参加しました。大会では岩見俊勝姫路市長が決議案を読み上げました。播磨の成長なくして日本の成長なし、日本の新たな創造と成長はここ播磨から始まると言っても過言ではない。播磨の地域創生こそが日本の経済成長を力強く牽引するものと確信する。そのためにも播磨臨海地域道路の早期実現が不可欠であり、本道路の全線早期整備を強力に推進することについて格別の配慮がなされるよう強く要望することをここに決議する。要望書を兵庫県井戸俊三知事や岩見市長らが、衆議院議員都会喜三郎氏や国土交通省石川雄一道路局長らに手渡しました。国土交通省は第二神明から姫路市広畑区のおよそ35キロを当面都市計画アセスを進める区間として定め、そのうち鹿間バイパスから広畑、高砂から鹿間バイパス、第二神明から名機幹線の3区間を優先区間とし、ルートや構造の検討に入りましたが、具体的な事業化の時期は定まってはいません。活力ある地域づくりには東西方向の道路ネットワークの機能強化が必要であり、播磨臨海地域道路の早期実現がいかに重要であるかという地域の思いを伝えました。要望書を受けた石川道路局長が早期に計画をまとめていきたいと述べました。また自民党の甘利明元経済再生担当大臣が講演し、播磨臨海地域が日本有数の工業集積地で出荷額も多く、世界シェア1位の製品が林立しています。そのポテンシャルを発揮していくためには道路の整備が必要であると強調しました。まさに日本のものづくりの拠点で、播磨臨海地域道路の早期実現を目指して頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございました。次に播磨灘で採れる花姫さわらを PR するイベント、花姫さわら祭りを5月20日姫路トレトレ市場で開催しました。2隻の船で円を描くように魚を追い囲み、船の先端、花と花を合わせて引き上げる花継ぎ網という漁法で水揚げすることから名前がついた花姫さわら。この漁法で採れた魚介類は網に触れる時間が短いことから、他の漁法に比べて鮮度が良く、さらに生きているうちに船上で神経締めを行い、鮮度にこだわった地元水産物ブランドとして漁を行う坊勢漁協が一昨年からブランド化に取り組みました。より広く花姫さわらを知ってもらい、新鮮で美味しい味を楽しんでもらおうと開催された花姫さわら祭りには、朝早くから大勢の人が訪れました。
刺身と天ぷらの無料試食には長い行列ができ、多くの人が旬のサワラを堪能しました。サワラの解体ショーでは豪快な包丁さばきを間近で見ることができ、解体したサワラの料理実演もあり、プロの調理方法を知ることができました。しゃぶしゃぶ汁と天ぷらが先着順で振る舞われました。またこの機会に姫路の海産物の魅力を発信し、流通促進や消費の拡大につなげようとタッチプールのコーナーも設け、子どもたちは夢中で魚に触れ、地元で獲れる魚介類について知る機会となりました。花姫サワラは7月初旬まで切り身や西京漬けなどを姫路トレトレ市場で直売するほか、食堂でも提供しています。続いては広報推進員のコーナーです。皆さんこんにちは。播州皿屋敷伝説のお菊さんといえば皆さんもご存知ですよね。現在文学館では播州皿屋敷伝説をはじめ全国各地に点在するさまざまな皿屋敷伝説を紹介する特別展、怪談皿屋敷の謎姫路名物お菊さんを開催しています。どのような展示が行われているのでしょうか。学芸員の海さんに話を聞きます。海さん、今回のテーマはあの播州皿屋敷伝説のお菊さんですよね。そうなんです。播州皿屋敷伝説がどういう物語なのかということと、それから文学や絵画に描かれたお菊伝説、また、姫路の観光資源としての皿屋敷伝説にも触れてみたいと思っております。なぜ今回はこのような展示を企画したんですか。皿屋敷伝説って姫路だけじゃないんですね。各地でこの同じようなお話が残っておりまして、ある名家にお仕えしている奉公の娘が、主人の秘蔵のお皿を割ったり紛失したりして命を落としてしまう。でそのたたりでその家を災いをもたらすっていうようなことが本当に各地に残っているんですね。そのこと自体が謎だと思うんです。で、今回の展覧会では、播州皿屋敷伝説、私たちに馴染みのあるこの物語を入り口にして、お菊さんとは一体何者だったのか、皿屋敷伝説から何が見えてくるのかということを、紐解いてみたいと思っています。展示は第一会場と第二会場に分かれています。徐々にお菊さんの謎を紐解いていきましょう。まずは第一会場へ。海さん、皿屋敷伝説は全国各地にこんなにたくさんあるんですね。そうなんです。驚かれたと思いますけれども、お菊さんに限らず、例えばお富士さんだったりお米さんだったりっていう違う名前で登場する皿屋敷伝説もあれば、お皿ではなくて針をご主人のご飯の中に混じらせてそれによって命を落とす女性の物語なんかも残ってるんですよ。なんだかお菊さんには男性社会や身分社会で虐げられた女性たちの群像が見え隠れするようですね。そうかもしれないですね。お菊伝説は御殿屋敷や佐用町など県内でも多くの場所で残されているんですね。姫路城内でもお菊井戸を見たことがあるんですが。はい、井戸は実はもともとある姫路城内の数ある井戸のうちの一つなんですね。大正元年に姫路城が一般市民に公開されるときにこれをお菊井戸にしようっていうふうになぞらえたものなんです。当時の姫路の人々のお菊熱っていうのが忍ばれますよね。恐れられているのかと思いきや、多くの場所でお菊さんの伝説をお話しされている方々がいて、いかに当時の人々の興味関心を集めていたのかが分かりますね。わあ、甲斐さん、これがお菊さんの怨念が姿を変えたとされるお菊虫ですね。はい、そうなんです。こちらはジャコウアゲハのサナギなんですね。
ご覧のように口元のようなところが紅を刺した感じがしていて、それから女性が着物姿で後ろ手に縛られているような姿に見えるということで、江戸時代から人々はこれをおきくむしとなぞらえていたんですね。実際にはこれぐらいちっちゃなものですから、持ち運びができるフィギュアのような形で、このジャコウアゲハのさなぎとともにお話が伝わっていったというふうにも考えられているんですね。まあ、戦前は姫路ではお土産物としてもおなじみでした。続いては第二会場です。こちらでは歌舞伎や絵画、文学などに作品化されたお菊さんを中心に展示しています。第二会場ではなんと94年ぶりに発見されたお菊さんの幽霊画を見ることができるんですよね。そうなんです。こちらは日本画家の鏑木清方という人の作品で、茶を剣ずるお菊さんというタイトルが付けられています。実はこの作品は関東大震災で失われていたと長らく思われていたんですけれども、昨年東京で発見され公開されました。この度関西で初めてのお目見えとなります。鏑木清方については幽霊画は非常に珍しいものなので、その点でも非常に貴重な作品ですね。甲斐さん、今日は多面的に取り上げられているお菊さんがいかに時代を超えて人々に愛されてきたのかがよく分かりました。そうですか。この展覧会を通して怪談という枠だけにはとどまらない物語の魅力に触れていただいて、お菊さんや皿屋敷伝説の再発見の機会としていただけますと大変嬉しく思います。昔から多くの人々に語り継がれてきた物語、播州皿屋敷伝説お菊さん。皆さんも姫路文学館で今なお人々を引きつけてやまないお菊さんの謎の魅力に迫ってみませんか。姫路市議会からのお知らせです。平成30年第2回姫路市議会定例会の開催日程は6月4日月曜日から6月26日火曜日までの23日間です。本会議は6月4日、11日、12日、26日のいずれも午前10時から開催される予定です。本会議は姫路ケーブルテレビで生中継を実施しています。姫路市議会のホームページで本会議の生中継と録画中継を配信しています。また6月8日から12日まで質疑者及び主な質疑項目についてもご案内し、6月10日の日刊5紙の朝刊でも掲載されますのでご覧ください。また委員会はご覧の日程でそれぞれ午前10時から開催される予定です。なお本会議や委員会の傍聴、手話通訳について詳しくは姫路市議会事務局議事課電話番号079-221-2033までお問い合わせください。それでは最後にハッピー姫路っ子をご覧いただきながらお別れしましょう。さようなら。